Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。8月11日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋をお送りいたします。今日も暑かったですね。もう名古屋本当に暑かったですよ。王子のパンツもベタベタ、滑り王子マスクマンでございます。はい、お隣。はい、もう暑すぎてちょっと殺人的で、あんまり部屋から出られませんでした。味噌煮込みスキーと暑すぎまして、肌が焼けるどころか火傷をしてしそうな感じになったダンサーズでございます。え、皮めぐれた？皮まだいってないけど、もう痛い感じです。あ、ヒリヒリしちゃいますよね。はい、はい、はい、今週のテーマは山。今週のテーマは山です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄から FM ギノワンを選択してください。名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知岐阜三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送一貫サポート東海、今日はこちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。今週、あれ大丈夫？はい。今週のテーマは山なんですけれども、先週、野球でいただいていましたメールをちょっと読めで、ご紹介できてなかったので紹介します。はい。お三方さん、こんばんは。古巣新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、野球。僕が小学生の頃は、スポーツといえば野球。クラスのほとんどが少年野球チームに属していて、各地域、地区にそれぞれチームがあるほど盛んで、プロ野球選手は少年たちの憧れの的でした。その頃は、中日ドラゴンズが強かった頃で、昭和57年のセリーグ優勝も覚えています。日本シリーズは西武だけで、すいません、西武ではなくドラゴンズを応援していました。あの鮮やかな水色に太いサイドラインのユニフォームが印象に残っています。同世代の方はほとんどがそうかもしれませんが、僕個人的にもドラゴンズといえばあのデザインです、ということで。ありがとうございます。ユニフォームがね、ちょっとなんだろう、昔ちょっと水色の、薄い水色のイメージですよね。星野監督が現役時代の時の ね、ユニフォームだったんですね。そう、今ね、写真が添付されているのが、そう、またね、マニアック、マニアックな写真がね、ケンモッカ選手ですね。ケンモッカ懐かしい。ね、なんか、この頃のね、一つで今ね、少年野球で思い出したことがあるんですよね。はいはい。ね、王子もね、昔ね、少年野球ちょっとやっておりましてね。王子野球やってたの？やってましたよ、うんうん。あのね、でもね、本当にね、これ嘘の話じゃないんですけど、はい、ね、球が球に当たったことありますよ。それは、
あ、音が鳴らない。あれどうしちゃったんだろう、ね、やっぱり今日あれだよね。不調だよね。今日何なの不調だね。いや、でも本当にそういうことあるんですよ、ね。今日なんかね、カミカミ王子が乗り移ってるのよ。え、そうなの？うん、なんか噛むのよ。はい、じゃあ、山で行きましょうか、テーマ。はい、はい、お願いします。ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。魔法が使えたら、まず腰板を、直したい。あ、消したいですね。ごめんなさい。一言言っていい？はい、腰板って書いてあるの？うん、腰痛だよね。わかるからいいじゃん。おだまり、おだまり。アレックスさんからです。ありがとうございます。ナイス、王子。ね、沖縄に山がないので、山登りはしたことがないですが、この方人生の山にぶち当たり、登っても頂上が見えないので途中で下山しております。あら、そうなの。いや、これからですよ。そして悟りました。諦めも肝心、降りるのも無事に降りないといけないから、登るだけが大変ではないのだ。暑い日が続いていますが、皆さん無理せずに。なんかこれはアレックさん、結構ね、あの奥が深いお話でございますね。山あり谷ありってことですね。でも、まあ、人生はですね、起承転結がございますので、ね、起承転結。たまにはちゃんと学があるようなこと言うでしょ。なんか説得力なんか全くないんですけどね。なんかさ、無理くりつけた感があるんだけど。なんか取ってつけた感が。ね、つけた感。ナニャンチュールさんがさっきのね、野球の話で、はい、たまたまですか、かっこ寒ってなってるけど。いや、寒い。これね、野球経験者の方はあるんですよ。ほら。あのね、もう一言言わせていただいたらね、あのね、はい、キャッチャーやってる、ね、選手はね、結構ありますよ。うん、本当に。だからね、これは本当に金カップって言うんですけどね、たまに、ね、当たらないようにっていう、その保護するね、カップが、はい、ありますので、はい、それぐらいの、危ないポジションでございます。もういいかな。もういいかな。ごめんなさい、私がちょっと、あのね、蒸し返しちゃった。うん、誰もアレックスさんに対してね、反応していないからね、ね、申し訳ございません。アレックスさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいですか、はい、どうぞ。キーウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古武いかりです。ありがとうございます。今週のテーマ、山。ところで、なぜ今週のテーマが山なのか、ふと考えましたら、今日の放送日は8月11日。もともと8月11日が山の日だから、高級日になったのですよね。ああ、だから今週のテーマが山なのか、とガテンが言ったわけです。その通りです。はい。はい、そうです。ところで、私事ですが、今日8月11日は、私と私の妻の結婚記念日なのです。おめでとうございます。おめでとうございます。もちろん結婚した当時、2001年は、山の日の高級日はまだ制定されていなく、後になって制定された比較的若い高級日です。これからも長い人生、山あり谷あり、夫婦と子供たちとで乗り切っていきたいです。お後がよろしいようで、過去苦笑い。ではでは、放送最後まで頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、今その話聞いてなんでしみじみしてるの？いや、あのね、あれもしかしたら、そのね、結婚されたその人ってね、ラブラブの日だよね。ん？ラブラブにで、しちゃいそうな日だよね。そういうあれじゃない？ちょっと今、意味がわからないよ。ね、じゃだから結婚をされて、うん、ね、仲もつまじくで、ね、新婚さんでしょ？ね、結婚されたばっかりってことはいらっしゃーいと違いますけど。ちょっとカフ落としました。よくわかりませんので。よくわかんなかったな。そういうはい、次どうぞ。はい、次どうぞ。途中で切るんだよね。はい。今バッサリダンサーズ切ったね。はい、今音乗ってませんので。あれ、はい、しゃべりたい？あれ、しゃべりたいですか？王子のカフ切ったんでしょ、今切ってる。いいよ、いいよ。入れるよ。どうぞ。はい、入れました。はい、なんか、今、止まってた？今、時が止まった感じ。なんかね、音声が、なんか、強制的に排除されてるらしいです。時が止まった感じね。はい。お願いします。そういう時もあります。はい。続いてですね、はい、泉さんの特急サランさん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大阪の海遊館の近くに、はい、お年寄りや子供が登れる山があります。
山の名前は天保山という山で、標高4メーター53センチです。日本で2番目に低い山だと言われています。誰でも登れるので一度は行ってみてください。ではまたということですけども。4メートル？うん。うん、低いですね。4メートル。4メートル？うん、それ山って言うの？天保山低いというのは聞きますけど。4メートル53センチ。どこを基準にして測るんだろう ?4 メートルって。そうですよね。ねえ、うん。もう見上げたらすぐ頂上ですよね。山なんですか？丘じゃない。山、ね、その山の定義ってどういうことなのかなって今改めて、あれって思ったんだけど。でも、うん、天保山って言いますもんね。そういう地域ですね。まあ、一度、まあ、王子の脚力でもいけるんじゃないかなと思いますけどね。ね、うん、ただ、登ったら最後降りてこれないですよ。もう息切れしちゃって。はい。はい、5メートルだよ。はい。それでもきついんだって。はい。ツイキャスですね。ツイキャス読んでますか、はい、雨男レイニーさん、こんばんは。初見ですが、元名古屋市民です。ああ、そうなんですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。どこだったんですかね。おかちからもちさん、青森からツイキャス見てます。はい、ありがとうございます。暑かったです。暑いですよ。全国的に。名古屋の皆さん、残暑見舞い申し上げます。ということで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろちさん、こんばんは。こんばんは。で、スプリームさん。はい、古文で山といえば比叡山の麓にある比叡山高校が僕の母校です。比叡山から眺める琵琶湖は美しかったな。あ、比叡山いいですよね。はい、琵琶湖見えますね。見えますね。はい、はいはい、じゃあいいですか。はい、はい、名護島奈さんからです。ありがとうございます。こんばんは。テーマは山。山はこれまで登ったのは富士山山頂、霧島の山々など、沖縄の伊江島多中、勝山の山頂。もう体力もなくなりましたが、沖縄にも山がたくさん登れるところがあるので、山登りというより山をハイキングしたいな。今度沖縄に来たら一緒に勝山に登りましょうね。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。やんばるの方の山も、山っていうか、うん、自然が豊かで、なんて言うんだろう。ハイ、そう、登山っていうよりは、うん、トレッキングとかハイキングのイメージが。うん、でも、すごく、なんか手ご、なんて言うんだろう。そんなに大変でもないけれど、自然が豊かっていうところが魅力ですよね。なんかすごくね、マイナスイオンが味わえる感じがしますね。はい。なんか、この、うん、愛知県から沖縄に行って、こう、山登ると、はい、もう、植物が全然違うんですよね、うん、熱帯に。違いますね。うん、で、やっぱり、蝶々とか鳥とかも全然、鳴き声も、姿も、種類も全然違うので、うん、なんか、それがやっぱり、とっても魅力的かなって思います。うん、いいですね。ね。はい。うん、あんまりね、やっぱり縁がないんですよね、王子の場合は。そうなの？あんまりないんですよね。うん、これはそのテレビで見たりとかですね、うん、そういろんなこう写真で見たりとか、こう映像で見た、うん、ような感じのね、あの山はあるんですけど、うん、実際にね、山登りするとかってあんまりないんですよね。あれ、山登りしたことないでしょ？山登りないですね。おうん、そういうキャラじゃないしね、またね。実はね、キャラとかなの、登山って。それはやっぱりありますよ。うん、あ、そうなんだ。あなた山登りしない方がいい。ああ、分かっちゃった。もうみんな分かった。うん。もう分かった。じゃあ次のメール行ってもらっていいですかね。はい、ちゃんとその答えをみんなにねもらいたいから。分かった人はね、ツイキャスで送ってください。はい、まあ。リアクションはいらないですよ。あれ、そうなの。はい、続いてです。はい。いきますよ。はい。銭形警部からですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今週のテーマ「山」と聞いて浮かんだのは、小学生の修学旅行で、伊江島多中を登ったことを思い出しますね。うん、沖縄では本土のように 1000m 以上の山がないので、うん、本土に旅行に行った際には富士山や有名な山に登山をやってみたいと思います。うん、山に行く機会がないので山には憧れますねってことですね。うん、なるほど。実は私、山登りはあります。御嶽山ですね。うん、はい。に登りました。3000メートルクラスの。いやー。あれは長野県になるのかな？ですね、長野県と岐阜県の県境ですね、ちょうど。
いやー、あれはしんどかったなと。うん、でもあれは、御嶽は、霊山ですね。うんうん。うん、だから、いろいろこの感受性の強い方は、いろんな現象が起こると言われてますね。じゃあ、もう、それはまた名古屋栄養コーナーで続きをちょっと話していきましょうかね。そうですね。はい、では、一旦コマーシャルにお願いします。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。は栄養コーナーです。はい、はい。今回は山ということで、ちょっと山の思い出などいろいろ語っていきましょうかね。そうですね、ね、はい。先ほどのご在所の話、ご在所じゃないです、御嶽さんです。ごめんなさい、御嶽の話、はい、ごめんなさい、ね、御嶽さん、そうですね、この東海地区にはなるんですけども、岐阜県そして長野県の県境にある山なんですけども、まあ、3000メートル級の山なんですけどね。まあ、実は自分がですね、高校の時の夏の合宿で強制的に登らされたんです。あ、それは強制的なんだ。はい。強制的に登らされました。これがですね、岐阜県側から登るのが一般的なんですけども、ちょうどなんだ、御嶽山スカイラインだったかな、有料道路があるんですけど、そこから行くのが一般的なんですけど、私が行ったのは、昼ヶ野高原じゃなくて、奈良岳、なんだったかな。昼ヶ野じゃなくて、ごめんなさい。キャンプ場があるんですけども、そこから登ったんですが、ここがですね、結構しんどくてですね。日和田高原ですね、失礼いたしました。日和田高原からなんですけど、それがですね、なだらかに、行くんですよね。距離が長くてですね、勾配はまああるんですけど、まあ平均的なね登山道かなというところで行ったんですけど、これが結構ですねしんどかったなという思い出があります。ではただですね、登った時のその瞬間っていうのはどうでしょう、その頂上に達した時っていうのはやっぱりですね、日差しが強く感じましてね、日焼けがすごくしたっていうことがすごく印象的だったかなと思っております。なんか今日は日焼けがテーマになってますね、ダンサーズね。いや、ちょうどあの時もですね、8月だったんですよ。そうです、ね、あれはね、すごく御嶽さんは結構なんでしょうね、そう、うん、私もご来光神に夜から登ってで、
朝こう日の出を見るっていうのをやったんですけど、うん、結局山頂に行ったらもやがかかってて、あ、はい、もうただひたすら寒くて山頂本当に何分いたかなっていうぐらいしかいなかったですね。ああなるほど、もうね、まあちょっと今小勝からもしさん景色はどうでしたかってあるんですけども、景色本当に良かったんですよ、快晴だったんですね、もう全然天気はもう恵まれていて、とにかく空気がなんかやっぱりちょっとね、ああ澄んでるなっていう、うん、うん、何にもそのもやっとした感じもないなという印象でしたね、うんうん、そうそうそう、小勝からもしさんがね噴火したところですよね、うん、そうです、そう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 なんですよ、もうあの自分が行った時からもう、ここは行くなと言われてたエリアがあったんですけど、あ、そうなんですか、うん、もうやはり昔から御嶽山ってそういったことが繰り返されてるところですので、まあまあね、火山がね分だけやっぱり温泉もいろいろね、うん、温泉もあったりとかね、うん、そうなんですよね、さっき間違えた私御在所なんですけど、うん、そう、あのシュプリームさんが三重ですねって、そうですね、三重県です、あれは、うん、そうロープウェイでね登れるし、うん、まあまあ下から登っていく人もいますけど登山で、うん、ロープウェイでも登れちゃうっていう、うんうんうん、ところですね、まあ本当に、うん、ご在所はお手軽かなと。まあそうですね、うん、ロープウェイで登れちゃう分だけお手軽ですけど、うん、やっぱりでも山頂は寒い、うんうん、気候が全然違います、うん、そうですね、あとやっぱり岐阜県で言えば伊吹山、岐阜県、まあ岐阜県と滋賀県ですね、うん、伊吹山、ね、山もいいです、もうこれも車で行けちゃうんですけども、ね、あでもあれですね、やっぱり駐車場からは歩いて、うん、30分ぐらい、うん、歩いて、お花畑が夏は、うん、綺麗ですけど、そうですね、ね、ここもですね寒かったなという印象ですね、 ね、うん、結構やっぱりね、こう愛知岐阜三重、うん、まあその周りも結構手軽に登れる山もあるんですけれど、はい、やっぱりね自然相手ですので、うん、やっぱりそれなりの装備をしなきゃいけないなっていうのは思います、そうです ね、はい、ということで名古屋は栄養、今週は山でした。キユナ名古屋、はい、メールいきます、はい、愛媛のしんちゃんからですね、ありがとうございます、ございます、数年前友人から富士山に登りに行かないかと誘われましたが仕事の都合がつかずお断りしました。友人はツアーに一人で申し込み、そのツアーで出会った方々と山頂を目指したそうです。後日、富士山山頂で撮影された写真が送られてきました。山頂から眺める朝日が映されていました。でも友人の顔は逆光で真っ暗でした。あ、そういうことありますよね。どうしてもね。うん。で、いつか富士山への山頂を、あ、ごめんなさい、登山を挑戦してみたいなと思っています。でも飛行機の中から見る富士山が一番好きですということですね。あ、上から見る富士山ね、うん、いいですよね。はい、ありがとうございます。新幹線から見る富士山も好きですけどね、私は。早く目がついていかないじゃないの。いやいや、見えますよ、見えますよ。あ、うん、あ、確かに写真とか撮ろうとすると、うん、あっという間にあーってなりますけどね。じゃあいいですか、メール、はい、クルムシッチさんです、ありがとうございます。沖縄だと身近に高い山がないのですが、うるま市石川にある石川岳はハイキングコースがあり、気軽に登山気分が味わえます。昨年久しぶりに登りましたが、地形や河川、植生等変化に富んでいてなかなか良かったです。愛知県のおすすめハイキングコースがあればぜひということ。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ふんって何？いやいや、もうだってハイキングコースってやっぱりね、あっちの東三河の方。ああ、で茶臼山とか。茶臼山のあっちかなと。とかね、なんかね、結構いろいろたくさんハイキングするところありますよね。うん、愛知県の中でね一番高い山ですから、うん、茶臼山が、うん、はい。そう、結構そうやって考えるとね。うん、
ハイキングできるところたくさんありますよね。あります、あります。ね、うん、そういう意味では恵まれてるんですかね。はい。はいはい。じゃあ、ツイキャスの方でですね。はい。あの、シュプリームさんはやっぱスッキリされるんですかね。なんか、御嶽はいいゲレンデがありますねっていうのと。はい。ご在所も何気にゲレンデがあります。あ、そばありますね。あ、はい、そばありましたね。岐阜なら大日岳にあるダイナランドによく滑りに行きました。なかなか、そう、すごい。あとですね、雨男レイニーさん、はい、名古屋に住んでいた時にバイクでさなげグリーンロードから153号線を長野県方面に走ってて、途中の何の変哲もない道を左折して長いトンネルを抜けたら銀世界。たまたま道路には雪がなかったので走り続けたら見えたのが御嶽山。たくさんバイクと御嶽山を一緒に写真を撮りました。いやー、御嶽山もいいですよね。いいですよね。ひろちさん、僕は毎年夏に岐阜にある恵那山に知り合いと登るのですが、今年はコロナで行きませんでしたが、恵那山の頂上から中央アルプスが綺麗に見えます。あ、見えますね。恵那山ね、綺麗ですよ ね、 いいですね。はい、はい。あ、ひなぎなちゅるさん、長野県の学校ではクラス全員山登り合宿が必要なところが多いと聞いてます。ああ、そうなんですね。あのね、王子から一言、はい、名古屋には素晴らしい山がありますよね。皆さんよくご存知だと思いますよ。あのみそちゃんもダンサーズもね。何、山ちゃん、あね、世界の山ちゃんがあるでしょ。手羽先だがん。いや、山ってね、それしか思いつかなかった。あ、でもこっちゃんさんがね、あ、初めてかな、こっちゃんさん、太陽に吠えるの山さん忘れてないって。だよね。ちょっと BG 下げていい？はい。今日も冷えるわね。とっても暑いんだけどね。でもちょっとなんか清涼感が出てきたかな。清涼感ですか。今のね、あの、まあ、そういう山ちゃんもありますね。はい。手羽先ね。はい、はい、うん。ということで。はい、エンディングです。はい、来週のテーマはお米。来週のテーマはお米です。好きなお米の品種やお米を使った料理など、お米にまつわるエピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。宮本コレニーさんがマウンテンかと思ったって、そのあーあったね、喫茶店ね。あ、そっちの、そっちのですね。でもあれも完食しないとね、盗聴できないとか言うんでしょ。そうですね、完食して盗聴ですね。そう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 。はい、いいとこつくよ ね、 ね、はい、さすが。ということで、はい、今週もありがとうございました、はい、ありがとうございました。来週のテーマはお米です。はい、ありがとうございます。閉店ガラガラ。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。エコーだ。なんでこれかかってんの。エコー入ってたよ。ご視聴お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、そうか、山って最後はね、その山になっちゃったんだね。そうだよ ね、 ね、あのね、今王子ね、ふっと思い出したんですけど、うん、なんか皆さんに質問してたよね、で答え返してって、うん、あれ何でしたっけ。なんか答え返してね。はい、ということで。はい、また来週。また来週。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。